クールシュベル1850のスキー場クールシュベルはフランス南東部にあるサボア県のアルプス山中に開かれたリゾート地区である。スキーをはじめとするウィンタースポーツが盛んな高級リゾートとして知られている。クールシュベル1550スキー場としてのクールシュベルはタランテーズ谷に位置しており、行政上は同盟の自治体クールシュベルに属する。周辺のメリーベル バルトランスと合わせ、トロワバレーと呼ばれる、世界最大級の広大なリゾートエリアを形成している。クールシュベルはいくつかの集落を結びつけた故障である。すなわち、クールシュベル1300、クールシュベル1550、クールシュベル1650、クールシュベル1850である。集落につけられた数字は、標高を表している。もっとも、 クールシュベル1850の最高地点は1747メートルである。この他、クールシュベルの谷には、リターニャなどの地区が含まれる。ソーライアさんからの眺めアルペンスキーヤーにとって、クールシュベル山腹の峡谷は最高難易度の、ブラックランズとして知られている。また、クールシュベルは、米国ユタ州のスキーリゾート地、パークシティと、姉妹協定を結んでいる。 これにちなみ、クールシュベルには、高難易度の、パークシティというアルペンスキーコースがある。また、クールシュベルには、トロワバレー全域のスキーインストラクターたちの大きな拠点がある。クールシュベルは、フランスを代表する高級インターリゾートとして知られている。2000年代半ばからは、ロシアの富裕層の姿も目立つようになった。また、同じタランテーズダニには、 クールシュベルを含んだトロワバレーの他にパラダイスキーやエスパスキリーといった大規模なリゾートがある。このためクールシュベルトロワバレーのリフトの週間チケットは他の2地区で1日チケットとして利用するという選択もできる。かつてはこれら3地区を連結するという計画もあったがバノワーズ国立公園が指定されたことにより開発は中止された。 第二次世界大戦中の1942年、ビシー政権下で、都市計画家のローラン・チャフィスによって検討されたのが、この地にリゾートを設けようとする最初の計画である。戦争が終わると、チャペスは、直ちに計画を実現するために奔走した。分けてもクール・シュベルの中心地区である、クール・シュベル1850は、既存の村落を軸に発展させたのではなく、 全く新たに建設されたフランスで最初のリゾートであり重要な位置を占めている。1992年のアルベールビルオリンピックに際してレプロスはスキージャンプの会場となった。またラタニアはこのオリンピックに際して開発が行われた地区である。地区にあるクールシュベル飛行場は短く休憩者持つ極端な形状の滑走路を 持っていることで知られており、世界でも着陸が難しい空港の一つとされる。ヒストリーチャンネルにおいて、世界で最も危険な空港第7位に選ばれている。個人用飛行機で訪れる客のために、大きなプライベートエリアを持っている。ありがとうございます。